子100キロ級決勝カードはウルフ・アロン選手とグリーンカラーにカイト選手となりました。春日柔道クラブの先輩後輩対決となりますね。ウルフ選手はグリーンが対戦したがってるらしいので楽しみにしてると。一方グリーンカラーにカイト選手は苦手なところは分かってるのでそこをついて超えるつもりで頑張るという抱負を語っていました。ウルフ選手第1シードこの日の勝ち上がりは1回戦熊坂浩希選手に苦労しながらもゴールデンスコア延長戦2分7勝、浮き技技ありで勝利。準決勝は中野智弘選手を引き込み返し技ありで破っています。一方のグリーンカラーに海藤選手1回戦で上垣和也選手を引き込み返し技あり、そして準決勝上岡小太郎選手を内股一本で破っての、決勝の畳ということになります。楽しみな一番ですね。そうですね、グリーン選手今日勝ち上がりが非常にいいので、まあ、自信を持って先輩であるウルフに挑むかなというふうに思います。ウルフ選手スタミナの面がちょっと心配ですね。そうですね、やっぱり、ゴールデンスコアが続いていますのでそこは心配なんですけどね。はい、組手はともに左組みのやつ。ウルフ選手が肩入りを持つとグリーン選手その目の前の袖を絞り込んで引き手の袖を絞り込んで肩越しに帯を持ちますが一旦戻します。ウルフ選手が嫌って潰れたところ後ろ帯をもう一回持って寝技にはいけない。待てがかかりました。始め、始め。正面から立って1手目どこから組もうかというところ、グリーン選手スッと釣り手を奥を持ちました。ウルフ選手の引き手は横帯です。体を傾けて大内刈りを入れようとしたのですが入れず待てがかかりました。ウルフ選手ちょっと左の肘を気にしています。始め。グリーン選手再び奥肩越しそしてこの上腕と釣り手の位置を変えながら前に出ます。クロスで背中を持って足元蹴り崩してウルフ選手を潰して待て。ここで消極的試合姿勢の指導。グリーン選手の釣り手の狙いが面白いですね。そうですね、ウルフ選手もちょっと今日、まあ、引き手を、まあ、相手の帯を持って大内刈りを狙うっていうのがちょっと結構見られるので、はいはい、まあ、ただそこはグリーン選手も分かりながら試合を進めている感じです、はい、ウルフ選手引き手を捕まえました。引き手で袖を捕まえて横帯持とうとした瞬間しかしグリーン選手が前に崩してしまいます。始め。お互い釣り手首の後ろグリーン選手が剥がすように反時計回りの浮き落としの形で剥がしました。試合時間は間もなく2分を超えるところ、グリーン選手が引き手で襟を持とうとしたからウルフ選手その袖を押さえておいてパチッと音がするような形で両者奥襟持ち合いましたがグリーン選手の方がちょっと嫌う形で前に技をかけて待てとなりました。始め。ウルフ選手引き手で襟から背中を右肩を包むようにして持っています。グリーン選手が持ち返そうとしたところでウルフ選手も切ってリセット。待て。引き手を争ったところで両者に取り組まないというジェスチャーとともに指導。ウルフ選手はこれで指導が2つとなったので後がなくなってしまいました。ウルフ選手一気に置く。グリーン選手も応じます。グリーン選手は頭を下げて釣り手を噛み殺そうというところで大外刈り打ち、またまだ離れない。ウルフ選手釣り手がクロスに入っている。相手を引き寄せながらの内刈りをかけようとしましたが果たせず、
背中支え釣り込み足いい形じゃないですか。そうですね、引き足からがヘビなんですけれども大内刈り待て。シャニムに前に出ます。そうですね、グリーン選手持ったところウルス選手応じて奥襟を大内刈り、大内刈りフェイントの小外掛け、帰りから左の前技狙えますがこれは届きませんでした。残り時間9秒。ウルス選手奥襟持った時の方が、はい、これ大内刈りであったりその他の技に入れているので、はいまあ、最初に見せていた帯を持って大内刈りというよりは奥を持って変えた方が良さそうですね。奥背中持ってる大内刈りは希望を感じさせますよね。そうですね、寄ります。グリーン選手に応じて釣り手を支え釣り込み足、釣り手を剥がしてウルス選手優位を作りかけたんですがグリーン選手過剰に過敏に反応、払い巻き込みで展開を決めます。と横帯ただこの大内刈り寿司さんご指摘の通りなかなか意外と入らないですね。そうですね、ちょっと足が届いていないので、はい、どちらかというと体勢立て直して奥襟持った方がウルス選手の良さが出るのじゃないかなと思います。釣り手ウルス選手クロスから大内刈り、ね、大内刈り左後ろ隅にねじり倒すような形にしました。岡田主審がビデオチェックを要求します。今の技のポイント付与をめぐってのチェックです。ウルス選手の大内刈りが技ありあったかどうか。技ありがありました、体側90度以上の角度でついていれば技あり認められます。ウルス選手が技ありで勝利を収めました。 GS 延長戦56秒。はい、2人が握手を交わして長い抱擁。第1シードのウルス選手が見事優勝を飾ったという形になりました。素晴らしいですね。今の指摘があった通りでしたよね。なんか奥襟持った瞬間に落ちが効いたっていう印象でしたけど、はい、シュトヘッド君が言った瞬間に投げましたね。ウルス選手も途中から奥襟応じて奥襟が増えてましたし、篠崎選手ご指摘の通りこっちの方がいいかなっていう感覚はやっぱりあったんでしょうね。そうですね、帯を持ってかける大内刈り私も、結構使うんですけども、はい、なかなか相手が相手にバレてたら、はい、こう足大内刈りっていう技がもうバレてしまうので、はいはい、まあ、その分狩る足をもう下げられてしまって届かなくなってしまうので、まあ、そういったちょっと、まあ、バレてるような印象がありましたね、はい、むしろ奥を持って腰を先に近づけてしまった方がいい。そうですね。なるほど。ウルス選手今日1日を通していかがでした？そうですね、立ち上がり、まあ、熊坂選手、まあ、もちろん強い選手であるんですけどなかなかこう、まあ、決めきれなくて、まあ、試合が長引いてしまってで、まあ、準決勝の方も、まあ、かなり、まあ、きつい試合が続いていた中でやっぱ勝ち切るっていうのはさすがだなというところです、はい、3戦連続のゴールデンスコアの延長戦3戦連続の技ありということでしぶとく要所を抑えてウルフ・アロン選手が優勝を飾りました。東京オリンピックの休養から復帰した後はこれが初めての優勝という形になります。多分苦しい時期が続いていたと思うんですけども
あ、これでまたウルフらしい柔道が今後見れるように期待したいですね。はい、試合前のコメントではまた負けたらテレビに出過ぎと言われるので、こういろんな番組に呼んでくださったメディアの皆さんにも気まずい思いをさせてしまった、これを優勝して払拭したいと、見事優勝を飾って柔道も強いウルフ選手というところを見せてくれました。さすがです。引き続き表彰をご覧ください。選抜体重別で復活の優勝、3度目の優勝です。ウルフ・アロン選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。3度目の優勝ですが、また違った感情があると思います。はい、今の心境から教えてください。いや本当このままだとちょっと柔道が強い面白い人っていう風な感じで終わってしまうところだったので、まあ、ここで1回優勝することによってまた来年のオリンピック等に繋がってくるという気持ちを持って、まあ、ここでしっかりと復活するという気持ちを持って、今回は臨みました。試合中、そして1回戦が終わった後から鬼気迫る表情が印象的でした。はい、試合全体を振り返っていかがですか？そうですね、体重としてはすごい順調に落ちたんですけど、試合の中で少し体がつってしまったりとか、まあ、そういったところでまだうまく調整をすることができなかったので、まあ、そういったところで、まあ、それが表情に出たのかなというところはありましたけど、まあ、そういった中でも最後まで勝ち切ることができたので、また一つ、進歩できたかなと思います。決勝戦の相手がグリーンカラニカイト選手、ウルフ選手のことが大好きで憧れを持っている選手でした。初対戦を終えてみて勝ちましたが、振り返ってもらえますか？やっぱり普段から、共に練習をしている、まあ、仲間ですし、また道場の後輩でもあるので、まあ、こういった形で選抜の決勝で戦えるというところはすごい、まあ、感慨深い面もありましたけど、まあ、先輩として、まあ、負けられないという意地があったので、まあ、そこは最後勝ち切ることができてよかったです。負けられないという言葉がありましたが、東京オリンピックで金メダルを取りました。その後ですね、気持ちの整理が難しかったと思いますが、振り返ってもらえますか？ちょっとテレビ出過ぎだなと思ってます。はい、そういった周囲の声とかありながら、なんとか跳ね返したいという気持ちもあったんではないでしょうか？いかがですか？そうですね、もういくら口で言い訳してもやっぱり結果以上のものはないと思うので、まあ、しっかりとここで勝ち切ることができたというのは、まあ柔道も強いんだというふうに、まあ、思ってもらえる一つの、まあ、要因にはなったのかなと思います。どうでしょうか、来年のパリへという思いもありました。今一度その来年のオリンピックへの決意、思いを聞かせてください。はい、まあ、ここ一つ勝ち切ることはできましたけど、まあ、これでパリオリンピックに近づいたってことは全くないと思うので、まあ、これから派遣していただけるような、まあ、国際大会とか、まあ、そういったところでしっかりと結果を残して、まあ、あと1年、まあ、ちょっとですけど、もうそういった中で準備をしてパリの2連覇に向かって頑張っていきたいと思います。見事優勝、ウルフ・アロン選手でした。ありがとうございました。